市議政建造は現場のお声を聞いてそれを実現できる、それをが市議政建造です。それでは市議政建造本人よりご来場ご挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは。参議院議員選挙区で候補市議政建造でございます。私は3期18年参議院議員をさせていただき、今回全国区で出馬させていただきます。ぜひ2枚目の投票用紙振り付けをお願いいたします。ぜひ皆様、暗号資産仮想通貨をお持ちの方がおられると思います。おそらく税制の不安、この今は価格が落ちてますが、価格が上がれば総合課税、雑所得として課税される大きな税負担があるんではないかと心配されると思います。最高税率、地方税と合わせて 55%、 そのだけの納税ができるかどうか、手続きがどうかどうか、非常に不安があると思います。私、参議院全国比例区振り付け建造、経済産業省の役人として、省エネリサイクル税制、作ってまいりました。自ら税制を作った経験、また財政給委員会の理事をしています。そしてまた、税制の法律、ずっと担当してまいりました。ある意味税制のプロであります。そして同時に仮想通貨暗号資産に関する法律、2016年からずっとほぼ全て担当させていただいている国政建造国政でございます。この暗号資産の税制をぜひとも変えさせていただく、それが私国政の皆様との約束でございます。総合課税により最高税率が 55% になっているという状況、その中でぜひともこの総合課税を分離課税にすることをぜひさせていただきます。よろしくお願いいたします。赤松候補頑張りましょう。いよいよ残り3日となりました。ありがとうございます。お互いに応援しましょう。よろしくお願いします。こちらは参議院全国比例候補国政建造でございます。ぜひともこの暗号資産仮想通貨の税制の改正、 NFT ノンファンジブルトークンを変えるためにも、普及させるためにも採用させてください。今多くの日本のクリエイター、絵師の方々が NFT、ノンファンジブルトークンを使い、ご自分の作品を海外にインターネットを通じて販売されています。仲介者がなく個人個人の取引ができる、そしてまたその一つの創作物を唯一のものと特定できるブロックチェーン技術、その最先端の技術を使ったのがノンファンジブルトークンであります。私はクリエイターの方々から直接話を聞かせていただき、このノンファンジブルトークンを使い、いかに海外にクリエイターの方々の作品が高く評価されているか、そしてまた暗号資産イーサリアムなどで取引を行うことによって税制の計算の負担がいかに大きいか、税の計算で新しい絵を描く時間がない、新しい創作を行う時間がないという話を聞かせていただいています。私参議院議員全国比例区富士市上はこの日本のクリエイターの方々が活動する新しい基盤である NFT、 この基盤を作っていきます。そのためにも一つこの暗号資産仮想通貨の税制を総合課税、雑所得課税から分離課税に変えていきます。今 NFT を利用するこのクリエイターの方々のこの税会計の負担、非常に大きくなっている。 NFT を普及するためにはまずこの暗号資産仮想通貨の税制を総合課税から分離課税に変えていなければいけません。その取り組みをぜひさせてください。私はもうすでに国会で何度も発言し、政府の方々に動いてもらっています。また自民党内にも NFT プロジェクトチームが出来上がり、平さんを中心とするもうチームが作り動いている。この参議院選挙が終われば平さんと一緒に私がプロジェクトチームのリーダーとして暗号資産仮想通貨の税制のチームを作ることももう話をしています。
そしてまた同時に明日の朝スペースで会話をしますし、ここに応援に来てくれた山際大志郎新しい資本主義担当大臣とも、新しい資本主義の中に Web3、NFT、DAO といった新しいこの取り組みを進める、その基盤として暗号資産税制の改正、総合課税から分離課税に変えていくこと、その政府の中でも新しい資本主義の柱としてウェーブ3暗号資産仮想通貨の税制改正を入れていきます。ぜひ皆様、もうゴールは見えている、ぜひ富士末をもう一度国会に送り込んでください。日本のクリエイターが海外に発信する基盤である NFT 動き出してます。しかしながら税制が邪魔をしている、この税制を変えることができるのは富士末、18年の実績、そしてまた経済産業省で税制を作ってきた経験、そして財政金融委員会の理事というポジション。ぜひ皆様、 NFT を普及させ、日本のクリエイターの方々が自分たちの創作物を海外に発信し、そしてまた経済的にもきちんと活動できる基盤を作ることを、私富士末に力を与えてください。いよいよ選挙も最終盤となりました。今私富士末は参議院全国比例区自民党候補33人中の21番となっています。当選できるのは19人と言われている中で、ギリギリこのままでは当選しないと言われている、このギリギリの中でぜひ皆様の力を富士末、2番目の投票用紙に富士末でございます、力を与えてください。残り票を入れて3日間、実質的に2日と半分しかございません。皆様の思いを、願いをぜひ富士末に集めてください。新しいこの NFT という取り組みを、税制を変えていくのは富士末健三でございます。この暗号資産の税制は大きな課題になります。もうすでにアメリカにおいてはコインチェックという会社が上場し、約30兆円近い資産を持っている、そのような資産が新しいイノベーション、新しいビジネスを作るときに使われている。日本はまだまだであります。この新しい仮想通貨暗号資産の法整備は日本が一番早く成しました。私自身はそれを担当しています。2017年に仮想通貨というものを法定化したのは日本が世界で初めて、私はその法律を担当させていただいた。しかしながらこの法律は整備されたものの、税制により大きな大きな遅れを取っています。今 NFT ノンファンジブルトークンで世界にクリエイターの方々が作った創作物を発信し、そして仮想通貨で決済を行う、また税制で動くことができない、また今ブロックチェーンを使ったゲームが生まれています。ブロックチェーン内で獲得したアイテムを他の人に譲り渡すことができる、これはブロックチェーンで唯一のアイテムと認定することができるがゆえに、ブロックチェーンで得られたアイテムを他人に譲り渡すことができる。しかしこれもまた国境を越えて行う決済が仮想通貨で行われます。従いまして、いくらゲームの中でアイテムを稼ぎ、そして他人に譲ろうとしても、この決済ができない、決済をするときには税金がかかる総合課税です。いつ取引をし、いつ円に変えたか、細かい内容を全て記録しなければ納税ができないということ、この新しいブロックチェーンを使ったゲーム、今プレイトゥーアーンといって、ゲームで遊んで稼ぐというようなものが生まれています。ゲームで遊び、アイテムを得る中でそのアイテムを販売し収入を得る、実際にフィリピンやインドネシアの方々が学費を稼いだり生活費を稼いだりしている新しい動きがあります。そしてその基盤を作っているのは実は日本の企業です。ただ日本の企業はこの日本でブロックチェーンを作ったゲームを作っても税金がかかる、いろんな問題があるがゆえに、シンガポールに移り、シンガポールで新しいブロックチェーンゲームを作っています。もう200社あまりの会社がシンガポールに移っている、それはやはり税制の問題、
今仮想通貨の保有者600万人近くおられる。しかしながら税制が複雑化であるがゆえにブロックチェーンゲームや NFT なかなか普及させることはできません。ぜひとも皆様この新しい漫画アニメゲームといったそしてフィギュアといった新しいステージに上るためにもこの NFT やブロックチェーンゲーム、ゲームファイ、あと DAO といった新しいイノベーションを漫画アニメゲームといったフィギュアといった世界に導入しなければなりません。そのためにも暗号資産、仮想通貨この税制を変えなければなりません。今この仮想通貨暗号資産の課税は総合課税となっています。雑所得と課税され、そして一つ一つの取引を全て記録して計算しなきゃいけない、非常に煩雑な制度になっています。それが故に私がお話を直接お聞きしたクリエイターの方々は自分の創作物を海外に売る、そして仮想通貨イーサリアムで取引をし決済をする。しかしながら一回一回この決済の日にち価格全部記録しなければ税金が計算できないという状況の中で、多くの手間を新しい創作物を作るのではなく税金の計算に使っているという悲鳴を聞いています。ぜひこのような煩雑なこの税制を変えるためにも NFT やブロックチェーンゲームをこの日本から発展させるためにも、ぜひ私富士通へもう一度国会に送り込んでください。私参議院議員フリースエー健三、もう18年の経験があります。この暗号資産仮想通貨の法制度もう十数回国会で議論させていただき、全てのこの法改正ほぼ全て担当しています。それだけの知識があります。また税制改正も経済産業省と役所側で担当している。そしてまた財政金融委員会の理事として税法の改正もほぼ全て私が担当しています。暗号資産仮想通貨をお持ちの方々、多くのこの税制による不便があると思います。その不便を解消し、暗号資産の税制を雑所得総合課税から、そしてそれを分離課税に変える、この活動が実現ができるのはまさしく富士通健三です。皆様の一票一票をぜひ白い投票用紙2枚目全国比例区の紙に富士通とお書きください。この暗号資産仮想通貨の税制を変えることができるのは私富士通であります。18年の経験、そしてまた税制を自ら作った経験、そして今まさに政府の役所の方々と文化庁、経済産業省、そして新しい資本主義事務局、そして金融庁、財務省、それぞれの役所がもうすでに動き始めています。今自民党においても自民党税制調査会を動かすべく NFT プロジェクトチームは3月末にホワイトペーパーレポートを出し、提言書を出し、そしてこの国会が終わればこの NFT プロジェクトチームを改正し Web3 チームと変え、そして私富士通が暗号資産税制の改正の担当になるというところまでもうすでに決まっています。ぜひ皆様富士通でございます。暗号資産を持っている方々、不便を感じている方々、 NFT を使いたいという方々、ブロックチェーンゲームを日本で使いたいという方々は、ぜひこの暗号資産仮想通貨税制の改正を富士通にお任せください。私しかできません、断言します。もうすでに活動を始め、この選挙が終われば自民党内に暗号資産税制仮想通貨の税制を変えるためのチームを作ることまでもう決まっている、私がそのリーダーになります。政府を動かし、自民党を動かし、そして何よりも皆様の世論、これを動かさなければ仮想通貨の税制、暗号資産の税制、総合課税から分離課税への転換は成し遂げられません。ぜひ皆様、あと2日と6時間しかございません。皆様ぜひとも富士通へ、2枚目の投票用紙に富士通へ、富士通でございます。
ノンファンジブルトークン、日本のクリエイターの方々が作られた創造物、それを海外に展開し高値で売る、その基盤が NFT です。もうすでに動き出しています。そしてまたこの NFT は仮想通貨暗号資産で決済される。税制が邪魔をしてクリエイターの方々が創作活動に時間を割けない、その声を直接聞いています。ぜひ皆様、この NFT を進めるためにも、またブロックチェーンゲーム、もう使いの方がおられると思います。スカイフロンティアという新しいゲーム、またトンカラーという新しいゲーム生まれています。その決済は何かというと仮想通貨で行われる。その新しいブロックチェーンゲームの普及の支えになっているのがまさしく暗号資産の税制であります。日本からまた新しいゲームを生み、新しいクリエーションを生むための基盤、新しい基盤が NFT であり、そしてゲーミファイであり、そして DAO 自律的な分散組織であります。これはまさしくこの秋葉原の文化、漫画、アニメ、ゲーム、キャラクターグッズといったピアなどといったこの文化を世界に発信し発展させているための基盤であります。 Web3 は我々のためにある。個々のクリエイターの方々が作ったものを仲介者なしに直接世界中の方々に渡せる。ゲームで作ったアイテムを世界中の方々に渡せる。それが新しい Web3 の世界です。まさに日本の強さが生かされる。昨年末に NFT アトムの一つの絵柄が3500万円で取引されました。まだまだ日本には多くの漫画、アニメーション、そしてゲームのキャラクターといった大きな大きな資産が出向っています。それを国際的に展開し価値化、経済化できるのがまさしく NFT。 その基盤をこれから富士通が作ってまいります。経済産業省で税制を作りました。省エネリサイクル税制、そして今まで暗号資産仮想通貨の法改正、すべて担当しています。15、6回私は国会で審議をしている。また金融財政委員会という委員会の理事をし、税法の担当をしてきました。もうすでに政府は動いています。自民党も動いています。そしてこの選挙が終われば、私はWeb3 の研究プロジェクトチーム、 Web3 のプロジェクトチームのメンバーになり、そして私が仮想通貨暗号資産税制改正チームのリーダーになることはもうすでに決まっています。ぜひ皆様、2枚目の投票用紙に富士通へ、富士通へとお書きください。新しいこの秋葉原の文化の基盤となんであろう NFT、 そして新しいゲーム、ブロックチェーンゲーム、自分たちが得たアイテムを国境を越えて世界の人たちに提供でき、対価を得る、お金が得ることができるブロックチェーンゲーム、このような新しいイノベーション、新しい技術をぜひとも私藤井健三に進めさせてください。もう世界は Web3、 新しい時代に入っています。その中でこの日本が持つ IP、 漫画、アニメ、ゲーム、そしてフィギュアといったキャラクターグッズはもっと価値を持つ。そして国際的に発信できます。ただ今一つの問題点は何か、税制です。暗号資産、仮想通貨といったもので国境を越えてこの日本の漫画やアニメやゲーム取引されます。それを阻むのはこの取引に使われる仮想通貨の税制が我が国は不備だからであります。総合課税で課税され、非常に煩雑な税計算をする。直接クリエイターの方と話をすると、税の計算で新しい創作ができないんだと、その悲鳴を私は聞いています。ぜひ皆様、日本のこの創作文化をもっと発展させ、もっと世界に発信する、その基盤である Web3、 NFT やブロックチェーンゲームを日本からもっと発展させ発信するためにも、富士通へ、2枚目の投票用紙に富士通へとお書きください。参議院全国レイク、もう18年の実績があります。漫画、アニメ、ゲーム、同人誌文化守ってきました。
この実績をぜひ理解いただき、そしてまた次のステージに振り勢を送り込んでください。同人即売会の再開、今日仲間が来てくれています。多くの同人即売会がコロナで中止になる中に、同人即売会の主催者の方々から、このままではもう同人誌文化が潰れてしまう、消えてしまう、そのような声をいただき、同人誌のこの即売会、例えば中止や延期になった時に、アート・オー・ザ・フューチャー、J ・ロット・ライブという既存の制度で支援をさせていただきました。アート・オー・ザ・フューチャーはもともと文化芸術の支援です。演劇やそして音楽、このような文化芸術といったものの対象に同人誌文化を加えてもらいました。そして小規模な中規模な同人誌即売会の中止や延期に対して、このアート・フォー・ザ・フューチャーが支援をしてもらう、させてもらう、新たに同人誌を支援してもらう制度ができました。そしてまた J ・ロット・ライブという展示会の中止や延期に対する支援、これは経済産業省が行います。この展示会の定義にも同人即売会を入れてもらい、大規模な同人即売会に対する延期中止に対する支援を行わさせていただいた。多くの同人即売会がこのアート・オー・ザ・フューチャー、そしてジェル・ドライブで支援をさせていただきました。ただ何が問題かと言いますと、同人即売会が中止になり保証される、しかしながら同人誌の新刊の印刷が止まります。同人誌印刷会社は売り上げが3割までに落ちている。その悲鳴をいただく中で、何とか同人即売会を再開してほしいという同人誌印刷会社の方々の声をいただき、そしてまたインターネットで同人即売会の再開について皆様の声をいただきました。414人の声をいただき、多くの方々がリアルの同人即売会を再開したいという声を寄せていただき、そのことを国会で提案をし実現してまいりました。皆様が同人即売会がずっと開催されない、なんとか皆仲間に会いたい、リアルの同人即売会で新刊を出したいという声をいただき、昨年8月には同人即売会の主催者の方々、特に東京ビッグサイトで開催される同人即売会の主催者の方々に集まっていただき、政府は内閣コロナ対策室、文化庁、経済産業省が出席いただき、国会議員も6人参加し、また東京都庁の担当の部長、課長、東京ビッグサイトの担当者、5人の東京都議、そして同人誌即売会の主催者や同人誌印刷会社の方々、そして警備の関係の方々、運送関係の方々に一堂に集まっていただきながら議論させていただきました。初めて同人誌即売会、そしてその開催に関する役所の方々、関係事業者の方々が一堂に会する会議を初めて開催させていただき、このラウンドテーブルを昨年8月に開催させていただいた。そしてこのラウンドテーブルの開催により多くの方々が集まっていただきました。特に皆様にご報告したいのは、昨年末のコミックマーケット99です。昨年12月末にコミックマーケットが1年半ぶりに開催されました。多くの方々がコミックマーケットに参加し喜んでいただいた。これはなぜ開催できたか、それはこのコミックマーケット99はワクチン検査パッケージの技術実証として開催したからです。コロナ対策室、内閣のコロナ対策室が全てのこのコロナ対策の支援を行い、そして様々なガイドラインの適用を行い、参加された方々はなんでこんなことをするのと思われたかもしれませんが、これは何かと申しますと、政府が実証試験として行うがゆえに、どんなにコロナが感染が広がったとしても必ず開催されると約束されたものとなりました。従いまして、コミックマーケット99必ず開催するために、コミックマーケット事務局の方々はこのコロナ対策室の技術実証を選んでくださいました。そしてこのコミックマーケット99が初めての技術実証の唯一の技術実証として、同人誌即売会のこのシンボルとして選ばれたことにより、コミックマーケット99が開催され、そしてその
同人誌というものの特殊な人の流れ、今までコロナの対策ガイドラインは演劇やスポーツ鑑賞、音楽鑑賞といった一時期に人が入り、そして出ていくという、また歓声を上げるというガイドラインと同じものを採用してましたが、このコミックマーケット99でコロナ対策室が同人誌の人の移動のデータなどを取ることにより、同人誌即売会専門のこのデータガイドラインが作られつつあります。ぜひ皆様、これから同人誌即売会が本格的に再開する、そしてもっと楽しく、もっと癒される、皆様がエンジョイできる同人即売会を再開するように、政府の方から応援させていただきます。コロナがあるまで、同人即売会に対しては、政府は何ら支援をしていませんでした。多くの同人即売会の主催者の方々は、初めて政府にお願いしたとおっしゃいました。それがゆえに政府の方々も同人即売会をこの2年半前まで全くほとんど理解してなかったものが、この2年さまざまな方の努力により、私自身も国会で数多く質問させていただきました。山田太郎さんも質問した。そういう努力により同人誌即売会というものが政府の方々に理解され、そして多くの支援を行わさせていただきました。そして同時に持続化給付金の話をさせていただきます。2020年の5月持続化給付金制度が動き出しました。これは漫画、アニメーター、そして音楽家、声優さん、プログラマーといったフリーランス個人事業主の方々を支援する制度であります。この持続化給付金は初めてフリーランスを支援する制度として誕生しました。中小企業の経営者は中小企業庁が行う支援金がある。そしてまた会社で働く方々は厚生労働省が行う支援の制度がある。しかしながら個人事業主であるフリーランスの方々には何の制度も支援もないような状況、多くの方々がもうこのままでは職を失い暮らしていけないという悲鳴をいただく中で、フリーランスの方々の支援をしようということが声が上がりました。しかしながら大きな問題がありました。それは何かと申しますと、厚生労働省はハローワークを使って会社で働く方々の申請、失業保険などの申請を行い、支払いを行います。このハローワークがフリーランスの方々に対する窓口はできないと断ってきた。そしてまた中小企業に対しては地元の商工会や商工会議所が受付の窓口を行い、その支援の支払いを行います。この商工会や商工会議所がフリーランスに対する窓口は行えないという回答がありました。したがって何もできないという回答がある中で、私は厚生労働省とそして中小企業庁の担当者一堂に会して議論をし、どう解決するかということを話しました。結果として私は経済産業省出身でございますが、経済産業省の後輩たちが私たちがやると判断していただき、持続化給付金はいろんな問題が指摘されましたが、パスナにお願いすることになった。私も当初そのパスナで大丈夫かということを言いましたけれど、パスナには人材派遣企業があり、 IT 企業があり、コールセンターがあり、さまざまな窓口をする経験があります。唯一パスナができるという判断のもとに、この持続化給付金を開始させていただいた。当然急いでお金を払わなきゃいけないんで、申請書もすごく簡素化しました。そしてすごく迅速に支払いを行った。それがゆえにさまざまな詐欺的なものが起きています。しかしそれは迅速に本当に困った方々に支援を届けるためにある意味仕方がなかったということをご理解いただきたいと思います。総勢で441万人の方にこの持続化給付金をお届けしました。おそらく皆様の中に持続化給付金をもらった方、支援を受けられた方おられると思います。総額5兆5000億円、多くの本当にクリエイターの方々からなんとか助かったという声を打たれている。しかしまだまだコロナのこの被害は収まってません。と同時にこれから物価が上昇します。景気が悪化することが見えている。その中でぜひともまたこの持続化給付金を復活させなきゃいけない。その時にぜひとも不利性を国会に送り込んでください。一度もう作った経験がありますので、私がまたこの持続化給付金を復活させます。
持続化給付金の恩恵を受け、またこの先行きが見えない経済の中で持続化給付金をもう一度欲しいという方は、ぜひ2枚目の投票用紙に国政、この国政という4文字を書いてください。18年の実績があります。経済産業省で法律作ってまいりました。そして議員立法も33本出しています。参議院全国比例区18年の実績、国政です。持続化給付金最後の調整をしたのは私です。国政でございます。もう一度この物価が上昇する中で持続化給付金を付加させる必要があります。そのノウハウがあるのは国政です。ぜひ皆様、持続化給付金また必要となると思われる方は国政をもう一度国会に送り込んでください。そのためにもぜひ2枚目の投票用紙に国政と書いてください。私は今 NHK の調査で21番目に位置しています。自民党の33人の候補のうち21番目、19番目、18番目に入らなければ当選しません。ギリギリの戦い、ぜひ皆様、おそらく数百票、数十票で登録が決まる状況、皆様がお一人お一人がぜひ投票に行って国政に力を与えてください。皆様の一票一票の力が国政を国会に送り込んでいただきます。 NFT やブロックチェーンゲーム新たに推進する、そしてまた同人即売会をもっと楽しく、もっと豊かに、もっと大きくする、そして何よりも持続化給付金をもう一度行う。私は経済産業省出身、国政健三でございます。持続化給付金を中小企業庁、自分の後輩たちと一緒に作ってきました。この持続化給付金をもう一度作らなければいけない。もうすでにこの物価高対策を進めています。約3週間前にできた物価高対策の補正予算、この補正予算を私は担当し、参議院の本会議場でも演説をさせていただきました。この税制で、この予算で、補正予算で一つ皆様に報告させていただきたいのは、初めて子ども食堂に対する政府の予算ができました。制度は、私は国政健三と申します。多くの方々の声をいただき、政治を動かす、皆様の声をいただき、ネットでいただき、直接いただき、政治を動かすことをさせていただいています。寄り添う政治と言わさせていただいている。その中で食料の物価が上がり、子ども食堂に食料の材料が届かないという声をいただいた。そして補正予算に初めて子ども食堂の支援の予算を作りました。子ども食堂に政府が支援し、食事を届ける、材料を届ける、また備蓄米を子ども食堂に届ける制度も新たに作っています。あまり知られてないことかもしれませんが、小さなことかもしれませんけど、その小さなことを積み重ね、コツコツさせていただく。ぜひ皆さん、次この選挙が終われば物価高対策の二次補正が組まれます。私はその二次補正予算必ず担当します。今まで経済政策は私が担当してきた。ぜひ皆さん、もう一度国会に送り込んでください。そして皆様の声をいただき、本当に苦しむ方々に支援をさせていただく。これから中小企業は大きく大きく苦しんでいきます。もう私は中小企業の社長に、もう3週間前ぐらいですが、選挙が始まる前にお会いしました。作れば作るほど、会社を運営すればするほど赤字になるという言葉を多くの方々がおっしゃってた。仕入れ原料が値上がりし、ただ売る価格は上げれない、作れば作るほど赤字になる、これでは会社が潰れてしまう。私は次また国会に戻していただき、この物価高対策をさせていただきます。そして中小企業政策がずっとやってきました。11本の中小企業対策の法律を出し、中小企業減税、中小企業金融円滑化法、そして中小企業憲章を作ってきた国政であります。ぜひともこの中小企業、そして小さな企業のために価格転嫁をさせていただき、そして社員の給料を上げるための支援をさせていただきます。またコロナでゼロゼロ融資、無利子無担保の融資、もう返す期限が迫っている。
この融資についても軽減措置をぜひ使わさせていただきます。それは雇用が前提、給料を増やすことを前提にさせていただく。ぜひ皆様、10日が投票日でありますが、期日前投票ができます。ぜひ投票に行ってください。そして私2枚目の投票用紙に藤末でございます。この4文字をぜひ書いてください。私は今自民党の全国比例候補33人中21番。これは NHK の調査であります。18、19、これが自民党の枠数。これに入らなければ私は国会に戻ることはできません。本当に数百票もしくは数十票の票を争うような選挙になっている。ぜひとも皆様投票に行ってください。そして2枚の白い投票用紙に藤末、漫画、アニメ、ゲーム、フィギュアといったこの皆様の楽しみをエンターテインメントを国会で山田郎さんなどと一緒に支えさせていただきました藤末でございます。ぜひとも皆様のお一人お一人の一票を藤末テントに与えていただくことをお願いしまして、マイクを収めさせていただきます。本当に皆様お時間をいただきましてありがとうございました。